ちょっと疲れたな。道、これで合ってるよね。パラシュート！スカートの中がスースーします。
俺の秘められた才能がまた一つ目を覚ましちまったぜ。やったね、今日
声で言わないで。恥ずかしいよ。援護に回る。今度はやる気になったようだな。どこからでもかかってこい。あんたは。おっきいおじさん。おお、よう知らせてくれたわ。イバルの他に魔物と対話できる者がいるとはな。あなたはジャオさんですよね。ん？お前たちには名乗っておらんはずだがの。ハミルの人たちにな。で、どんな御用で？知れたこと。さあ娘っ子、村に戻ろう。少し目を離している間にまさか村を出ておるとはの。心配したぞ。いやー、柔道君かばって。あなたがエリーゼを放っておいてどうなったと思ってるんですか？すまんとは思っておる。お前はエリーゼとどういう関係なんだ？その子が以前いた場所を知っておる。彼女が育った場所だ。なら彼女を故郷に連れて行ってくれるんですか？またハミルに閉じ込めるつもり？お前たちには関係ないわい。さあ、その子を渡してもらおう。仕方あるまい。来るぞ。エリーゼ、わしと一緒に来る。お前こそ引き分けろ。行くよ、ミヤ。頼んだ。
嫌われるぜな、エリーゼ姫。軽い男もどうかな。うっせ、生意気言うと綿抜いちゃうぞ。今できることをやるんだ。壁を越えたな。また強くなっちゃったよ。力、成長しました。成長マリボン。おいおい、どんだけタフなんだよ。なぜだ、娘っ子。その者たちといても安息はないぞ。友達って言ってくれたもん。もう寂しいのは嫌だよ。エリーゼ、ミラ、アルビン、正直に言おう。わしも連れて行くのは本意ではない。許してくれ。もうやめておけ。なんだと。寂しいのは嫌か。お前にとっては奴らといる方が幸せなのかもしれんの。あれは煙だけの胞子だよ。頭のいい魔物は獲物が煙だけに近づくと
石を投げて胞子で目と鼻を効かなくして捕まえるんだ。おかげで煙だけも胞子を飛ばせて遠い場所に繁殖できる。こんな風に互いに助け合う関係を共生って言うんだ。そうなんですか。キュードくんって頭いいよね。煙だけを利用する魔物くらい。人間と精霊も共生ってことですか？うん。人間が精霊にマナを与えると精霊は術で人間を助けてくれる。まさに共生だ。よくわかったね、エリーゼ。小さいのにすごい。エリーが一番頭いいよね。どこでリリアルオーブを手に入れたのだ？気がついたらティポの中にあったんです。落ちてたんだよ。綺麗だったからつい食べたの？ま、いいじゃないか。持ってなかったら今頃魔物にやられてたよ。それにしても戦いの道具でありながら核も美しい。このようなものを作り出す人間はやはり素晴らしいよ。妙なものや危ないもん作るのも人間だけどな。そうだな。その二面性も人間が人間たるゆえんなのだろうが。